YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、こちらですね、スズキスペーシアをご紹介しようと思います。なんですけど、スペーシア細かいところはすでに K-TUBE でやっております。なんですけど、その時はね、事前撮影会だったから試乗ができてなかったんですよ。というわけで今日はね、実際に乗ってどうかというレポートをメインでお届けしたいと思います。で、このモデルは、NA エンジンのマイルドハイブリッド、モデルになります。はい、じゃあちょっと、ざっとまず概要をおさらいしてから走りに行きたいと思います。では、一応ボディサイズをおさらいしましょうね。全長が3395、全幅が1475、全高が1785ということで、背が高い。私今158ぐらいになっちゃったのかな、わかんないけど、だいぶ背が高いモデルとなります。なので軽自動車だからどこでも駐車できるだろうと思うと、立体駐車場は入れないことがありますのでね、あのパレット式とかだとね、そこはご注意くださいというのがこのスーパーハイトワゴンの特徴になりますね。で、軽自動車ってまあいろんなバリエーションがあるんです。なんですけど、まあ、あの大きさのね、あの軽自動車の規定っていうのがあるので、どこまでも大きなサイズではないんですが、スーパーハイトワゴンというのはその中でまあ一番背が高くて、まあギリギリ枠大きいモデルって考えていただいた方がいいですかね。で、各社さんから、出てるんですけど、特徴としては大体のモデルが後ろのドアがスライドドアです。はい、これがポイントになっています。で、このスペーシアの場合はですね、デザインが先代は、旅行のキャリーバッグだったのなんですけど、今回はもう少しがっちりとしたコンテナを、イメージしています。なので顔はね、割と可愛らしいお顔をしていらっしゃるんですが、この辺りコンテナのちょっとこうビードが入ったような、はい、こういうちょっと力強さもね、アピールしたようなデザインとなっているのが、ポイントになります。で、こちらの NA モデルの方はタイヤサイズが1556514ですね。だいたい NA14 ターボ15って多いのが多いんだけど、まあこちらもそんな感じです。で、ツートンモデルになってますが、この辺りにね、ちょっとこうおしゃれポイントですかね、なんだ金属調のこういうのが入ってんの、なんか面白いよね。はい、で、あとスペーシアの特徴としましては、これがね、またでかいんだろ、このドアが。っていうことは、つまり開口部が低いんだけどね、すごくあの下から、荷室の高さまでが低いです。で、ここにね、自転車のマークがついてるんですけど、ここに合わせて自転車積むと27インチかな、大きな自転車搭載することができます。で、どれぐらいなのかちょっとアレンジも見せたいんですが、まずここをですね、引っ張るとこんな感じで、こんなに、逆の方が分かりやすい？ごめんね、ここの方が分かりやすいかな、こんな感じで、はい、スライドをします。結構大きくスライドしますよね。で、この状態で、はい、ドーン倒すとですね、はい、こんなに広い荷室になるわけですよ。で、さらにスペーシアの場合はおまけがあるんです。助手席の座面を上げると、はい、こんな感じで、ね、スズキおなじみバケツでございます。ね、このバケツが出てきます。まあ、これ実際水入れてももちろん使えるんですけど、だいたいここに車検証とか、あとまあ折りたたみ傘とかね、あとあの運転用の靴とか、まあ、そういうのしまってらっしゃる方が多いみたいです。で、助手席の背もたれを前倒しすると、はい、こんなに広いスペースが生まれちゃうわけなんですよ。はい、で、これをですね、さらにあるんです。これをね、じゃあ今度起こして一番後ろに下げるじゃん。で、これを今度はこっちにして、で、これを一番前に出す。ちょっと出しすぎたか、こんな感じかな。で、これもリクライニングさせるとこんな感じかな。はい、こんな広い、さっきは前側でしたけど、今度は後ろ側の、フラットなスペースが作り出せるんですね。なので荷物もいっぱい詰めるけど、人もゆったりくつろげる、これが、まあ、スーパーハイトワゴンの中でもスペーシアの特徴って言っていいかもしれません。あのシートのアレンジ性が非常に高いんですね。
さらにですね、今回のスペーシアから新しく登場したのがこの座面の前端部分、見てください。ここに仕掛けがあるんですよ。まずこれね、いろんなことができまして、まずこの紐を引っ張るとですね、ここで1段階、ここで2段階っていう感じで、ちょっとなんて言えばいいかな、座面が長くなってオットマン風って言えばいいでしょうかね、できるんですよ。でさらにこれカチャンってのもなりましたが、ここに荷物よく置くじゃないですか。だけど例えばなんか突然ブレーキ踏んだ時とかって荷物ゴローンと落っこっちゃったりとかしがちでしょ。でそれ困るじゃないですか。ここで荷物が落ちないストッパーになるんです。これね、とっても便利だと思うね。でさらに大きい荷物の時は実はね、ここを伸ばすこともできるんですよね、これで荷物落ちない。でここ伸ばす時は、例えばよ、これをこの位置にすると、まあすごくなんていうの、座面がこう長い、これがオットマンって言えばいいかな、オットマンになります。はい。でこれを引っ込めると、ちょっと座面が長くなるから、大きな方、身長の、あとはまあ足がとても長い方なんかがとても座りやすくなると思うの。ただ私だとここね、足引き性って言うんですけど、足がちょっと伸びすぎちゃってて逆に疲れちゃうの。だからそういう方はですね、これを引っ張って元へ戻して、こうちゃんと足をついて乗った方が乗りやすいと思うんだな。だから体格に合わせていろいろこの座面の長さが調整できるっていうのが今回の、スペーシアちゃんの大きなリアシートの秘密です。こっちで見るとこれね、このボタンを押すとここ伸びます。でこれで角度が調整できますっていう形です。エンジンルームこちらになります。これはですね、直列3気筒の、まあ、NA のマイルドハイブリッドのエンジンですね。パワースペック的には49馬力、トルクが58ニュートンメーターというスペックとなっております。そこにね、まあ、マイルドハイブリッドがアシストするという形ですね。さて走り出しました。こちらはですね、まあタイヤがね14インチっていうこともあるのか、こういう今マンホールみたいなとこ乗り越しても全然あんまりガツンと来ないですね。で収まりも早い、乗り心地はかなりいいと私は思いますね。でまあ、スズキらしく、だいたいスズキの軽自動車って軽自動車として使うにはどうすれば一番便利かなっていうのをなんか追求して作ってるなっていう感じは私はしてるんですね。なのでハンドル切った時に、まあなんだろう、センシティブすぎない程度にパッとちゃんと車の向きが変わった方が私は使いやすいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、割とスズキの車はそういった感じで行きたいとこにスッとね車が動く、なのでゆっくりな速度でも安心して使えるんじゃないかなと思います。もちろんね、あのスピードが出た時は思わず急に動くとね危ないんでね、でそこはちゃんとそういうふうにあの調整してますから心配はないんですけど、こんな感じでススッといい感じで動いてると思いますよ。でブレーキのフィーリングはとても自然です。でこれね、多分減速時アイドリングストップが入ってると思うので、もう少し速度が下がったら止まりにかかると思うんですよね。あ、ここで止まったよね。やっぱ0キロになるまでに止まります。でね、再始動の時のこのブルーンがすごくないのが、これスズキのね、あのマイルドハイブリッドの特徴なんですよ。いきますよ。これ全然分かんなかった。はい。っていうぐらい、これね、あの世の中の車の中で一番ね、アイドリングストップからの再始動がね静かだと思います、スズキの車って。本当に見事にね、
はい、今も全然感じず再始動しました。でやっぱり軽自動車って街中をちょこちょこ走るからどうしたってストップアンドゴーが多くなるんですよね。でそういう時に何回も再始動してブルンブルンブルンって言うと意外と疲れちゃうんですけど、その全くね音も振動も感じさせずね、こうするもうするんぐらいでエンジンかけてくれるのでこれありがたいですよね。でさらにねいいなと思うのが、こう一回止まった時にちょっとブレーキカクンってならないようにシュッと抜く癖ある方いらっしゃると思うんですよ。でこのスッと抜いた時にまたブルーンってかからないようにスズキの車は制御が入ってるんですよね。なので今までの普段通りの自分の運転でストレスを感じずこのアイドリングストップ機構っていうのを使っていただけるんじゃないかと思います。これ自分のフィーリングと合わないとね意外と切っちゃってる人いるんですよね。でやっぱりこれ切っちゃうと燃費かなり影響しますんで、まあ、最近ガソリン代も高いんでね燃費よく皆さんに走っていただきたいんで、まあ、地球環境のことも考えてですけれどもね、第一は、ね、そこを忘れがちすいません、はい、なのでこうストレスなく使えるアイドリングストップっていうのは非常にありがたいかなと思います。で今結構ねボコボコのところね工事中なんだけど走ってんだけど、こういうとこもねあんまり当たりがないのよ、ガツンとか、うん、今ちょっと大きめのキャッツアイ踏んだけど大丈夫、ほらどう、まあ、いいじゃないいいじゃない、そんなに背が高い車っていうほど弾まないじゃない。今三輪乗車で機材も乗せてって感じなんですけど、パワー的にはね過不足ないですね。このマイルドハイブリッドってまたいい時にちゃんとアシストしてくれるんですよね。だからこう本当ググッと踏み込まないと走らないなんていうこともなく、スッと速度が乗ってくれる感じです。またねちょっと信号が青になったらその辺見たいと思いますけど、まあ、止まってる間にちょっとねインテリア関係のお話をすると、こういう細かいなんていうのこのドアノブの上なんですけどねところとか、ちっちゃなところまで結構小物入れが用意されているんですよね。このドアのところも窓のスイッチの後ろのへこみに物入りますし、あとは助手席の前は平たい大きなトレイがあるので荷物ポンポンって置くこともできるのでラフにも使えるし、その下は引き出しになっているので隠す収納もできます。でさらに、グローブボックスもあるしバケツもあるしということで収納力はねかなり豊かだなというふうに思うんですよね。でこういった車ってやっぱりこうねいろんな方が、使いますから荷物入れば多い方が良かったりすると思うんですよ。小さい子がいたりするとね小物も増えますし、でさらにねこのメーターの上ここにちょっとしたものを置けるために今回メーターを下げた小さくしたっていう風なねお話がありましたが、ここのスペースっていうのは、結構効いてます。でここにポケットがついてると意外と荷物しまっちゃいがちなんですけど、ここで見えるんでちょっと物置くのに結構便利かなというふうに思いました。今ねちょっとここに私のスマホがあるんであえて置いてみますけど、ちょうどいい感じにはまるのね。で向こうに坂になってるからなんていうのこっちへ飛び出してくることも少ないし、飛び出しちょっと動いたとしてもこのメーターのねこの縁のへりが出っ張ってるので、の人間のとこまでバンって来ることは絶対なさそうな作りになってるんですよ。だからここにねちょっと置くのはすごい便利かなと思います。今なんか私駐車場から車を出したのでちょっと小銭入れと今電子マネーも使ったりできるとこもあるんでね、スマホとっていうのをこう手元に置いときたかったんですね。で今撮影してるんでカバンは後ろだけどそういうものは手元に置いときたかった。でそういうのがちょいちょい置けるんですよ。でここだと降りるときにこうパッと掴んでまたお出かけもできるんでね、非常に普段どうやってみんな車使ってるのかなっていうことを考えて作られたレイアウトだなというふうに思いました。でねそうさっき忘れましたけどこういう信号待ちからの発進全然そんな踏み込まなくてね、スッと速度を乗るんですよね。結構力ありますよこの NA エンジンは。うん、前頭炎面積とかね、車体がでかいので風を受ける、空気抵抗も大きくなってると思うんですけど、そんなに
まあこれは速度域があれだからだろうけど、さっきちょっと高速乗ってきたんだけど、それもね、あの、おっと鳥ちゃんが、はい、こういう時のブレーキもいい感じよね今ね、うん、はいはい、ちょっと話がずれましたけどね、あのそういう時もあの速度十分高速でも乗っていたので、 NA でもね、あの本当に街中メインでたまに高速でお出かけするよとかいう方だったら、全然良いかなと思います。はい、あのいいですよすごく。ちょっとね、あのこの後ね、カスタムのターボモデルの方も乗りますので、そちらの話しりがねまた気になる方はそちらの動画の方も見てみてください。今私これまだターボ乗らないで話してますからね、はい、その後また話変わってるかもしれないんで、なんて調子よく両方見てねみたいな話になってますけれども、ぜひよろしかったら見ていただければと思います。というわけで今日のドライブいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。